名は、平安時代から、中世の国画料や荘園において、朝税のために設けられた単位。かつては、名にまれた伝授を名だと称し、名イコール、名だという図式のもとに論じられてきたが、平成期以降においては、名の概念と、名だの概念の間のズレの存在が指摘されるようになり、両者は区別して考えられるようになっている。名という概念が登場したのは、 平安時代前期の旧世期中期に作成された、上元元年12月25日付、元号事領大見国越層県伝庁である。この文書によれば、家継の名が、以前より未信が多いことが問題視されている。ここで登場する名は、朝税のための単位と考えられ、高知公民性が崩れるとともに、本来区分にや、混伝の工作者として、 伝石やタズに載せられていたものが変質していき、同様に進行していた素養調整の不振によって変わって、小税や水庫が一種の地税として扱われるようになったことが背景にあったとされている。十世紀に入ると、町や官物などもなお単位として、不可、徴収されるようになる。また、有力な農民であるタトが、名ごとに、公田の経営を請け負って、 租税納入の責任者となった、これを不明と呼ぶ。また、その中でも特に大きな規模を持つ名を別名と称した。11世紀末に入ると荘園においても名の導入が進むことになり、荘園内を複数の名に分けて有力な農民を年貢、くじ納入の責任者とした。こうした名を百姓名、くじ名と呼び、その責任者を名主と称した。特に機内では、 小園内の百姓名の規模の均等化が進められ、これを均等名と称した。一方、別名は小規模な形態の百姓名と区別されて、領主名と呼ばれるようになった。鎌倉時代後期から南北朝時代になると、年貢やくじは名主を通さず、直接工作者から領主に納入されるようになり、領主側も名主以外の個々の小農民を把握するようになった。 その場合、名主を長とする旧来の名に対して、小農民の名を脇名、神名などとも呼ばれたが、基本的には旧来の名に基づいた基本単位が実体は形外化していても守られていた。名が完全に消滅するのは戦国時代を経た後の対抗検知によるものであった。かつては名と名だとは区別されず、同一のものとみなされてきた。また、名イコール名だには、 人名が冠されていたことから、その人名を、その名イコール、名田の所有者と返されてきた。そのため、戦後しばらく経つまで名について、次のような解釈がされていた。すなわち、名イコール名田は、律令制における、高知公民制の崩壊に伴って土地に対する、私有権が発生したことによって成立し、その所有者である名主が、自らの名前を冠して命名し、その下に、 家族や下人などを用いて、その経営を行ってきたとするものである。この説にわかりやすい考え方であるとして、名イコールなどに関する通説とされてきた時代があった。だが、1950年代以後の研究の進展に伴って、平安時代に見られる、名は、受け作権もしくはその対象地としての意味しか有しておらず、平安時代末期から、 鎌倉時代にかけて登場する、私有権、私有地としての性格を持つ、灘とは異なるとする見方が出されるようになり、名と灘名の両者を区別して用いられ、今日では、名は、複数の形態からなる、朝税の組織、単位とする説が通説となっている。さらに、一般の農民が、名主となり得た、百姓名と大規模でその名主は、一般の農民と、同一しできない。 両種名を区別すべきとする考え方も現れた。そして、一つの名を複数人が経営している事例や一人の工作者が複数の名に属している事例なども確認され、名と名だ、土地所有、経営は切り離して考えられるべきとされ、名だ経営論は成り立たないとみなされるようになった。だが、こうした研究の進展も均等名などの形態が導入された機内の 名と導入されず領主名の下で、機内の名主級に相当する農民が工作している、事例も存在する地方の名を同じ定義、枠内ではめられるのか、という問題点には十分には答えきれていないのが現状である。非全国佐が半量、島原半量の一部においては、市町村下の行政区画である字の単位として、名が用いられる。さらに、島原半島一帯では、 名の地名を交通平長母の実感へ置き換える表記も存在する。長崎市や旧諫早市域、旧島原市域では、全近代的なイメージを持つ、名を都会的なイメージを持つ、町に変更している。なお、公的な文書等で、名の区域を大技と記載している場合があるが、これは便宜上の区域であり、実際には大技と小技の中間の区域に当たるため、 大技ではないことに留意されたい。長崎市諫早市島原市雲仙市南島原市大島郡。ありがとうございます。